駅情報からホームを望むかつての筆駅、町合所筆駅は、三重県津市三杉町八地にある東海旅客鉄道名商船の駅である。内城伊勢奥津間の建設計画が立案された、当初、筆駅の設置予定はなかった。そこで、当時の八地村長や村の有力者は、建設を所管する鉄道省岐阜建設事務所へ何度も陳情し、駅員を配置しない。 簡易駅として設置することが認められた。第二次世界大戦中は各駅からの乗車人数が1日数十人までに制限されたため、駅員のいない、当駅に乗車希望者が殺到するという事態が発生した。戦後、駅舎を建設し寄付すれば、駅員を配置することを認める決定がなされたため、八千村は1947年6月に駅舎建設を開始、 同年8月2日に鉄道省へ引き渡した。これを受け駅に電話を引き入れ、同年10月1日から駅員が2名配置された。単式ホーム1面1線を有する地上駅。線路の西側にホームが配置されている。松坂駅管理の無人見駅。ホーム上に開放式の待合所がある。長らく木造の待合所が残っていたが、2007年秋に建て替えられた。 三重県統計所によると、1日の平均乗車人員は以下の通りである。なお、2009年度から2015年度は、2009年10月から2016年3月まで行われていたバス代行輸送分を含んでいる。駅の近くには小規模ながら、筆集落がある。また、三重県道666号を東に進んで、筆峠を越えると駅から45分ほどで、 多岐の集落に入る。ここは南北朝時代から戦国時代にかけて伊勢国で大きな勢力を持った国士、北畠氏の本拠地であった。北畠巨漢跡、桐山城跡がその痕跡として残っている。ありがとうございます。